風の向こうへ地平線は君を呼んでる果てしない大地に生まれた日から生きることはそうさ バジウム、その他希少元素があふれている宇宙時代に我々人類が必要とする宝の山だわ。ミス・シフォン、ブテナンの工作隊が南米大陸の作戦を終了してナイロビに向かいました。それを待っていました。直ちに作戦にかかるよう指示しなさい。はい。それから一応注意しておいて。何度も失敗しているところだってね。わかりました。報酬は前回と同じ最高ランクで。もちろん。彼の率いる部隊は小国なら1週間で叩き潰す力を持っているのだから。はい、ではそのように。あの傭兵会社も初めから彼らを出していてくれれば損害も少なかったでしょうに。今あの山を握れば我が組織は世界経済を完全にリードできるわ。外の森だ。遺跡へ行ってみよう。またあいつらだ。リョーナおばさんを殺し、自分たちの仲間さえ殺したあいつらだ。いよいよ平和なパンジャの森もおしまいか。そう簡単にこの森を荒らされてたまるか。いや、冗談に決まってるだろ。止まった。行くぞ。ねえねえ隊長さん、ルテナン殿。なんだ。ここに基地を作るなんてまずいですよ。伝説の森アビコリオンは目と鼻の先だ。伝説？あの森には白いライオンが住んでいるんです。わしら今までいろいろと痛い目に遭わされているんです。あの白いライオンに。くだらん。そんな子供騙しの話などしている暇はない。それにここを選んだのは組織だ。私なら直接あの岩山の前に作る。え？奴らあそこに住み着くみたいです。おじい様、あんな奴ら俺の手にかかればイチコロさ。この前みたいに叩き落としてやる。ケル、行こう。あれだけの希少金属の宝庫だ。どこの情報部が潜入してくるとも限らん。
念のため赤外線センサーと地雷も用意しろ。はっ。お前を客人扱いする気はないぞ。え？働く気がないのなら出て行ってもらう。いいえ、そんな、私はただ白いライオンが気になって。動物を恐れてジャングルの案内人が務まるのか。しかし、奴は特別なんで。一つだけ断っておく。私は案内人としての貴様の腕など信じておらん。以前貴様がついていた隊は全滅したそうじゃないか。ですから、それはあの白いライオンがいて。とにかくどう組織に取り入ったかは知らんが、私が必要なしと判断したらその場でクビだ。いいな。そりゃもうきっとお役に立ちますから。今クビになってたまるか。お宝を手に入れるまではな。しかしあいつを舐めてるとひどい目に遭うぞ。お、やっぱりあいつが。今までよりもずっと大掛かりだ。どうするレオ。恐ろしい力が今パンジャの森とムーン山を支配しようとしている。おふくろさんの言っていたことがやっぱりこれなんだ。あいつらが恐ろしい力。ポコ、パンジャの森をみんなで守る時が来た。みんな集めて協力を頼むんだ。僕はマロディのところへ行ってくる。わかった。あいつら俺たちを恐れてこの岩山にはやってこない。そうですよね、おじい様。レオ、何しに来た。レオ、マロディ、お願いがあってきました。奴らのことか。はい、力を貸してください。森の仲間と一緒にあいつらを追い返すために戦ってください。断る。マロディ、パンジャの森がたとえ侵されようとわしらが戦うことはない。この岩山が脅かされればその時こそ戦う。自分たちだけで戦い奴らを追い払う。お前たちの力は借りぬ。しかし奴らはこの前この岩山を狙った人間たちの仲間です。空気さえ殺すことのできる人間たちです。だからみんなの力を合わせて。この森はパンジャの血を受け継いだレオ、お前の森だ。自分の森は自分で守れ。命を懸けて戦え。王者としての誇りを持って戦うのだ。この森は僕の森じゃない、みんなの森だ。僕は森の仲間としてみんなと共に戦う。それが僕の誇りです。お前がそれでいいのならわしは何も言わん。だがやはりわしらは力を貸さん。マロディ、帰ってもらおう。マロディ、くどいぞレオ。お前人間が怖いんだろ。自分の力じゃ勝てないからおじい様に頼みに来たんだろ。はっきりそう言ったらどうだ。あの人間たちは怖いさ。だけど、いや、だからみんなで。僕はマロディも森の仲間だと信じている。戦う勇気がないのなら自分のねぐらで震えていろ。代わりに俺が奴らを倒してやる。俺がお前より力も勇気も勝っていることを証明してやる。そしておじい様がお前の親父のパンジャより勝っていることを証明してやる。よく言ったケルル。それでこそマロディ様の後を継ぐ一人だ。俺たちも付き合うぜ。待て、おじい様は戦わないと言ったはずだ。なーに、人間たちを倒せばマロディ様も喜んでくださるさ。よし、我らバーバリーライオンの勇気を見せてやれ。行くぞ。待て。やめるんだケルル。奴らとまともに戦うのは危険すぎる。そこをどけレオ。臆病な貴様に代わって俺が戦ってやると言ってるんだ。今言っても叶う相手じゃない。今は仲間で協力して見張るんだ。そして敵の弱点が分かったらその時こそ。バカな、時間が経てばその分敵は用意を整えてしまう。ここは一気に叩き潰す方がいい。早まるなケルル。
今度の連中はこれまでにない武器を用意しているはずだ。このまま突っ込めば犬死にだ。黙れ！お前は俺たちの力を森のみんなに示されるのを恐れてるだけだ。違う、僕は行くぞ。ケルル、どけどけ。ケルル、まさか。おじい様、ケルルが人間たちと戦いに行ってしまいました。愚かな主、わしはケルルを止めに行く。しばらくこの岩山を頼む。おじい様、なぜ止めに行くのですか。今戦ってもケルルに勝ち目はない。やはりおじい様もレオと同じ考えのようですね。僕に行かせてください。お前に止められるのか。いえ、止めることはできません。でも助けることはできます。どうするというのだ。仲間として、パンジャの森の仲間としてレオと共に戦います。昔おじい様が森を守るためにパンジャと共に戦ったように。なんだ。レオの言うことを確かめたいんです。行かせてください。アムジ、お前はもう自分の意思で動いてもいい年だ。おじい様、必ずケルルを守ってみせます。パンジャよ、今わしの孫たちが自分の意思でそれぞれ戦いに出かけた。一人は己の力を示すために、一人は仲間としてお前の息子と共に戦うために。どちらもわしの意に反しているが、どちらも誇りに満ち溢れている。パンジャよ、お前の息子もな。もう一度言う。今は遠くから見張るだけでよい。奴らの弱点を探るのじゃ。順番はさっき決めた通りだ。いいね、みんな。あ、レオ。レオ、みんなに話しといたよ。交代で見張る手順も整えたよ。なんだよ、ソニー。自分だけでやったみたいにポン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 。それどころじゃない。人間が動いたのか。いえ、ケルルたちが人間に戦いを挑みに行ってしまったんです。なんだと。なんとかして止めないと殺されてしまう。みんな手伝ってくれ。よし、案内しろレオ。急がないと手遅れになる。僕も仲間に入れてください。あ、僕も仲間に入れてください。パンジャの森を守る仲間に。アムジ、雲行きまで怪しくなってきたぜ。頼むぞ、出てこないでくれよ、白いライオン。あいつらをやっつければレオに勝ったことになる。見せてやる、レオより強い俺を。パンジャの息子より勇敢な俺たちを。高いところから見張ってるね。これじゃあ浮かずに近づけないよ。見てレオ、ケルルたちが。え、あいつら正面から襲うつもりなんだ。バカな、やられに行くようなもんだ。すぐに止めに行ってくる。待って、たとえアムジの言うことでも聞くようなケルルじゃない。下手に騒ぎになったら敵に見つかってしまうだけだ。じゃあどうすれば。ケルルたちが動く前に裏から襲う、それしかない。よし、みんなに知らせてくる。いや、僕一人で行く。そんな、レオ。僕も行くよ、弟を救うために、そして森を守るために。よし、行こう、アムジ。みんなはここで待っていてくれ。アムジ、気づかれないように大回りして奴らの後ろへ回るんだ。わかった。ああ、
疲れた。もうくたくただ。少しは役に立ったようだな。そりゃもう一生懸命働かせてもらいました。作業完了しました。ご苦労。お前はもう休め。基地も出来上がった。ゲリラどもと戦った時と同じ規模のものだ。安心して休むんだな。ましてライオン一匹恐れることはない。いくら南米大陸で暴れ回った殺し屋かもしれんが、あの白いライオンを舐めていると大変なことになる。見張りだけはしっかり頼むぞ。分かった。すぐ行く。あ、照明弾を撃て。な、何事です、ルテナントの。今に分かる。伏せろ。ライオンだ。おかしい。あいつがいないぞ。あの白いライオンが。急ごう。さあ、暇つぶしにハンティングでも始めよう。撃て。やっほー。くそ、闇が俺たちの姿を消してくれるはずなのに。奴らに迫撃砲を見張ってやれ。おかしいですよ、ルテナントの。何がだ。いないんです、あいつが。白いライオンが。いつだって動物たちが襲ってくるときは必ずあいつが。うるさい。そんなに怖いなら小屋の中で震えてろ、この役立たずの臆病者。白いライオンがいない。いないはずはない。ということは、逃げろ。わしは死んだ仲間を連れ戻す。岩山で弔わねばならんからな。世話になったな。いい。行くぞ。ケルル、早く。
だから私が言ったでしょう、白いライオンには気をつけろって。バカな、あの白いライオンは我々の無防備な背後をついて奇襲攻撃をかけてきたというのか。信じられん。それだけ悪知恵の働くやつなんですよ。あの地雷潰しも偶然ではないというのか。あいつは悪魔なんです。アビポリオンの白い魔人なんです。白い魔人？いや面白い。チャチな軍隊など相手にするよりははるかに面白い。え？確かに我々の防衛作戦は対人間用のものだった。早速動物相手の作戦を立て直さなければ。ここはじっくり腰を据えて、あの白いライオンの知恵がどれほどのものかお手並み拝見といくか。そんな。なぜ戻ってこないんだケルル。この岩山を守るのはお前なんだから。俺のために仲間を殺してしまった。畜生、俺のために畜生、畜生、畜生。帰れない。俺がもっと力を蓄え、あの人間たちをやるまでは、レオより強くなるまでは。あいつら逃げ出すどころか補強してるみたいだぜ。それだけ本気で腰を据えるってことだろう。やばいよ、それやばいよ。ケルルを助けたからといってあの人間どもをやっつけたわけじゃない。つまり何も解決できていないということだ。だけど僕たちはみんなでこの森を守っていかなければ、守り抜いていくんだ。悲しい悲鳴、そして沈黙。黒い影が風のようにジャングルを駆け抜け、仲間が次々と殺された。あれは一体何者なんだ。次回ジャングル大帝第44章、潜入。森の中に悪魔がいる。